窓拭き100枚なんかやってられるかってな。さっさと帰って。こーらー、げ、見つかった。てめえ、待つんだぞ。一人だけ抜け駆けはさせねえんだぞ。待てって言われて待つわけないっしょ。お先、一人だけずるいんだぞ。俺様だってサボりたいんだぞ。あ、どいたどいた。え、お、お、人を捕まえる魔法。足を止める、いや、縄で拘束する、それとも、何でもいいからぶちかますんだぞ、早く。何でも、何でも、えい、何でもいいから入れよ、重たいもの。うわあ、なんだこれ、鍋。見てみろ、エースのやつ、でっけえ釜の下敷きになってぺったんこになってるんだぞ。ダシーズン、まさか大釜が出るとは。ちょっとやりすぎたか。うわいった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 いいじゃんかよ、窓拭き100枚くらいパパッとやっといてくれたってさ。罰で窓拭き100枚って、一体君たちは何をやったんだ。今朝そこの毛玉とじゃれてたら、ハートの女王の像がちょっと焦げちゃっただけ。グレートセブンの石像に傷をつけたのか。それは怒られるに決まってるだろう。せっかく名門校に入学できたっていうのに、初日から何をしてるんだか。うるせえな。つかお前誰。僕はデュース、デューススペード。クラスメイトの顔くらい覚えたらどうだ。お前も覚えてねえじゃん。とにかく学園長からの命令なら真面目に取り組むことだ。はいはい、わかりましたよっと。じゃパパッと始めますか。あ、あ、毛玉がいない。あとはお前らに任せたんだぞ。バイバイ。あんやろ、俺を身代わりにしたな。あ、おい、ジュース?あ、ジュースじゃない、デュースだ。デュ、お前にも責任あんだから、あの毛玉捕まえるの手伝えよ。なんで僕が。そっちの冴えない奴は魔法使えないから戦力外。行くぞ。